そろそろ限界が見えてきたシリーズ始まるよ。というわけで前回は、最終兵器核チームを投入し、ムクラとの激闘の末なんとか1位をもぎ取れましたが。安全なところなんてねえんだぜ。これはまだ序の口、ここからは。世界一速いとされてる2位かよ。今年 GT500 クラスのマシンや、ルマンを戦うグループ C やプロトタイプマシンが相手となります。俺もうダメかもしんねえ。でもいないことだろ。そこで、我々はまず難易度調査のために一般的なマシンでクリアしてみまして、どれくらいのペースなら勝てるのかの事前調査を行いました。結果はこうでした。なるほど。鈴鹿はいけるかどうかの狭間、ブランズハッチは余裕でクリアできそう、スパは多分無理ゲー臭が強かったです。このことから、本日は鈴鹿に挑戦する前に、ブランズハッチは簡単ということで、久々にブーブ組んでいけるのではないかという希望を持ちまして、チャレンジしていこうと思い、まあ、敵は各地で取ったので問題なし、途中大スピンをかましても勝てたので、これは動画にせず割愛とさせていただきます。展開としては相手のピットイン回数が多いので、こちらはワンピットで淡々と走っていれば勝てるといった感じです。で、問題は鈴鹿よな。鈴鹿を攻略する上で候補は2台あります。1台は当然各チーノになるわけですが、もう1台はこいつ、軽自動車最強格と言ってもいい車両、各チーノレーシングカー。全長等車体サイズの表記がないため軽自動車か怪しいですが、 660cc 以下ということで、軽自動車として見てみます。スペックは182馬力で、純正各地より2馬力アップ。また車重もついに500キロ台の590キロ。これはもう純正より速いっしょって思われる方がいるかもしれません。それはどうかな。ってことで、いつも通りトラヤマでのテストを行いました。乗った印象としてはやはりコーナーが強い、今まで乗った軽自動車の中でもトップクラスです。軽さもありますが、やはり空力パーツの恩恵は大きいようで、後輪駆動だけどアクセルの全開率は前輪駆動並みに高いです。けどこいつにだって弱点はあります。それがストレートでの遅さ。空力パーツがあるってことは当然抵抗も大きいってことなので、トップスピードは必然的に落ちてしまうんですよね。ストレートの短いトラヤマでは別になんともないんで、タイムもコペンより2秒程度速い24秒台を記録。ここのトラヤマでは間違いなく最速なんですが、正直鈴鹿ではどっちも同じでした。特にストレートで差が大きく出るんですよね。コーナーではレース各地に軍配が上がりますが、どうしてもストレートの競り合いではノーマルに分があるんですよ。それでもどっちも遅いことに変わりはないんですが、裏で何度かリトライしてみて考えた結果、相手にぶつけられたりした時の安定感はレースカーに分があったので、今回はレースカーの方で攻略してみます。いよいよ勝負の時であります。ってことで、鈴鹿重州耐久レースやっていきましょう。さっきも言った通り、相手は主に GT500 クラスのマシンです。コーナー区間ではスキリかゴリ押しでなんとかなりますが、ストレートでの差が激しく追い抜きが困難なイベントです。差をつけるとしたらきっと戦略しかないんですが、それがまた難しい。ってことでスタート。エンジンはノーマルと同じ K6A 型だからか、7000回転くらいでショートシフトするのが一番早いです。そのためギア比がかなりワイドですが、気にしてはいけない。タイヤ戦略ですが、ソフトで5周走るワンピット作戦です。多分これが一番早いと思います。後半は雨が降るので、タイヤ消耗が抑えられるのがポイントと、ここで起きて破りの地元走りだ。 S クラスは基本ショートカットペナルティがありますが、なぜかここだけかからない謎仕様。けどそんな謎仕様も使用しないわけにはいきません。大体これでコンマ数秒だけど稼げます。ここからは GT マシンもびっくりな速度でクリアしてきます。少しでもハンドルを切るタイミングがずれるととっちらかるので、タイミングが非常に重要な S 実感を抜けると、今は見れないダンロップコーナーへと飛び込んでデブナーに向けて加速していきます。やはりパワー的な振りは否定できません。ちょっとした加速でも差が生まれるならと、ここでバッシューからのもう一挙デブナーの2個目もバッシュー。いや邪魔だ。ここで詰まってしまうのは非常にまずい。コーナーが速くてもぶつかってしまっては意味がない。これは早急に対処しておきたいところ。多少強引ですが、ヘアピンで一気に行きましょうか。前へ出たいですね。出たいですねこれ。しかしこれ立ち上がりのスピードはどうか。 OK。 そしてここからがマジで大事。距離的には微妙だけど、スープラのスリップをもらう。ストレートの遅さをカバーするにはこのクソデカスリップを活用するしかない。ニトロ管理も大切になってくる。そして距離感を見てニトロの噴射を停止。これはあまり近づきすぎてもコーナーで詰まるからですね。そして普通の飛び込み、ここも西ストレートの速度に直結するため、タックルをしたのかあいつだ。よろけよそれ。あ、危ない危ない。こういう時レースカーの安定感が非常に武器になる。ノーマルカプチーノだとああいう場面に弱いですからね。って言ってる間にもストレートで2台に迫られてしまう。かといって2台分ブロックするのは不可能なので、ここはあえてスープラを先に行かせてスリップで速度を上げる作戦に。まだ序盤ですから、レースを意識した走り方が大事になってきます。勝負どころは後半の相手がピットに入ったタイミングですかね。さあここ並んできた。サイドバイサイド頑張れ。ブレーキング、よ
しい。なんとか抑え切りました。てな感じでここからはストレートでのブロック合戦が始まります。鈴川コーナーもストレートも速くないといけない。超バランス型のサーキットだからコーナーだけが取り柄の確信のではストレートでひとたまりもない。タイムは6秒台まずまずってところ。4秒台で走ることができたらかなり勝率が上がるんですが、確信のだと安定して4秒台を出すことは難しい。ストレートでは鬼のブロックでニトロをあまり使わず速度を伸ばします。第1コーナーは全開で突っ込み、2コーナーに向けてブレーキングで向きを調節しながらショートカットに向けてアクセルオンを早めにします。足が硬いので芝の上ではハンドルが取られますね。馬の爪で例えたらこんな感じです。前輪がどういう馬やってると思うのよ。最大の爪どころである東高速間はもう頑張るしかない。タイヤは摩耗してくるのでボトムスピードが落ちオーバーステアも顔を覗かせるけど、スピンしない程度に攻めまくって後続をできるだけ突き放します。デブナーも同様、1つ目はアクセル全開で、2つ目は早めのブレーキングで向きを変えてアンダーを出さないように気をつけてアクセルオンを速くする。ここまでやっても西コース区間で追いつかれてしまうのが辛いところ。3周目トップとの差は21秒、可能なら15秒くらいには縮めたい。でもタイムは3秒台が出てるので悪くないペースですよ。とりあえず今は前の MSX に追いつきたいところ。追いつけばスリップがもらえるのでストレートの速度を上げることができますから、デブナーまでに追いつけるといいです。追いつきました。ここで時間とロスは避けたいところだ。スープラの時にも話したけど絶妙な距離感が大事になってくる。スリップがもらえるかつ次のコーナーで詰まらない距離感、これを守らないとコーナーで詰まってタイムロスになるし、離されすぎるとストレートでのペースが足らなくなってしまう。立ち上がりではニトロを多めに使って距離感を大事にしていく。ある程度速度が乗ってきたところで噴射を停止。グリーン6はスリップの距離が異様に長いのでそれだけが本当に助かるポイントですね。もったいない気もしますがスプーンで追い抜きをします。西ストレートは MSX にできれば押してもらいたいけど、確信のは小さいからどうしてもジグ合わせのテクニックが非常に難しい。 MSX さんもうちょっとまっすぐ走ってもらえませんかね。4周目相手との差はまだ20秒以上ある。なんてことを言ってたら MSX が来るので、そこだ甘いんだよ。ざっくりで少しでも速度を上げてもらいます。そしてそのままコーナーで突き放すけど、タイヤのグリップ力低下は露骨に感じますね。まだ6メモリありますけど決して余裕があるわけじゃないですからね。スピンにだけ気をつけて攻めていきます。特に何もないまま5周目も終盤。タイヤはまだ余力はあるけど今後のことも考えてこの週にピットインします。 GT6 の使用上雨が降るとタイヤの減りが遅くなるのでその使用を活かしてタイムを上げていく作戦です。味方間より救援要請。了解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 。応急修理開始。というわけで第2試験と開始。最後尾からのスタートですが相手は後でピットに入るので当てる必要はありません。タイヤの手応えがあるうちにいかにタイムを上げれるかがポイント。そしてピットでの様子からも見てわかる通り次第に雨足が強くなってきました。ピーク時でも 20% 程度しか上がらないのでそれくらいならドライタイヤでガンガン走れる。っていうかもっと雨降ってくれ。と言っても雨の数値は固定なので祈ってもしゃあないですが、とりあえずこの雨を味方にしたいですね。スピードだけ気をつけてしっかりと攻めていきます。逆に動きがないまま7周目の終わり頃、ここでようやく相手が雨に反応してかピットに入ります。こっちはもうピットに入らないので追い抜きのチャンス。また雨の数値がどんどん上がっているのでタイヤの消耗も抑えられていってしまう。さて、ここ裏で何台か抜かしてポジションアップを図りたいですが、出られますね。ちょっとアウトしている車も数台いますけど、4台抜かして12番手にまでポジションアップです。さあ、ここからが本番であります。ちょっとアウトしたてのマシンもいるのでこいつらをいかに処理していけるかが大事。まずは第2コーナーで1台パッチしていくからの、こうやって使うんだよ。横滑りしながらもトラクションはかけていく。雨で滑りやすくなってますが切り方はでゴリ押しの速度が乗ったままほとんどアクセルワークの調整だけで1秒を抜けていく。ここいらでもう1台くらい抜かしておきたいがどうだ。逆バイクで相手との距離を縮めて次の切り返しでサイドバイサイド。いった。第6コーナーの立ち上がりでグバッカ抜かし10番手。いいですね。ここまで相手に詰まらずオーバーテイクができている。加速区間では後ろの HSV に迫られてしまうけれども、次のデブナーも同様にノーブレーキで突っ込んでワッシュー。滑りしながらもなんとか、しかしこれ立ち上がりのスピードはどうか。前のもチューンとテールスノーズ。この距離なら次のヘアピンの入り口で立てるはず。スリップの入場トレーニングで差を縮めてから頑張れブレーキング。これで9番手に浮上。いえまだです、これからです。入場トレーニングのコンビネーションやニトロは序盤に1回待ちしたのでほとんどないけど、それでもこの距離なら外でかスリップ君がいい仕事をしてくれてる。いい感じに隊列になってるからこの調子で速度アップを狙っていきたい。スプーンで1台抜かして8番手に。これで1台保険が増えました。相手に抜かしてもらってスリップを得ることも大事だから、後続が密集すればするほど嬉しいってもんだぜ。仮に抜かされても試験で取り返せるので後半も前半同様戦略的に立ち回っていく必要
要があります。今回はスリップ効果が強く相手に抜かされることはありませんでした。でも行きますよ、行く行く。ブレーキングで NFX を捉えて7番手に、そして前方を走っていたブルーベイの突っ込み、あー感じるところだ。あっぷねさあこっからがいよいよ本当の勝負であります。おそらく前車最後のピットインを済ませ、ここで本当の順位がわかります。現在3番手、1位になるには前の2台を抜かさないといけないけど、1位のイエローハットが早すぎる。これは1位を狙うのは厳しいかもしれないけど、2位のミスもくらいになる。いやーバランスが崩れた。あ、危ない危ない。雨がどんどん乾いているので、リーディングが変わってきている。雨の時は若干オーバーステア気味になるので、挙動の変化についていかないとそうなります。飛び跳ねながらもなんとか2位くらいついていきたい。コーナーでは確実に差が縮まってるから、ダンロップの立ち上がりくらいでいけるか。逆バンクで差を、これはまずい。いけると思ってオーバースピードで突っ込んでしまった。不要は完全に 0% になりました。けどここから巻き替えてるはずなんだ。タイヤ残量的に、まだ気にしなくて大丈夫でしょう。気にするのは西ストレートだ。パワーが違いすぎる。前の車に追いつくどころか、後ろの車に突っかれてしまう。やるじゃねえか。けどなんとかシケインまで抑えることができました。問題はファイナルラップですかね。最後の区間で前の車を捉えられなければ終わりだ。泣いても笑ってもこれが最後です。相変わらず後ろからの圧がすげえぜ。けど絶対前には行かせねえから。そして第1コーナーの突っ込みは全開で、奥まで使ってブレーキングで調節しつつ、アクセルを踏む時間を少しでも長くするんだ。からのショートカットで少しでもタイムを削っていく。ここで前に出れなかったら終わりだからな。マジで前半のここの区間が勝負だから、よしよし近づいてきてる。この距離感ならまた次の逆バンクが勝負か。おいしい、こうやって使うんだよ。行ったか。行った行った。よし前に出た。あとはこの順位をキープするだけ。けどまだこの差ならすぐに取り返されてしまう。最後に相手との差を離せるのはデブナーしかねえ。デブナー、タイヤの限界を最大まで引き出したコーナリングをする。まずは一つ目、ここはアクセルを足だけで調節していって、そして二つ目、死ぬ気です。これはどうだ、これはどうだ。なんとか切り抜けた。あ、危ねえ。これだけ頑張って攻めたとしても、ヘアピンを立ち上がったらもうこの差なんだよ。2台の GTR がカプチーノに襲いかかる。カプチーノの射角的に2台を同時に抑えるのは無理に等しい。スプーンである程度突き放せるけど、次の西ストレートは上りのため絶対に追いつかれるし、ニトロでゴリ押しももうできない。これは最後のシケインで勝負になりそう。熱いぜ熱いぜこの戦い。おい、こういうプレーやれてんだよ。さあ GTR、 どっからでも来やがれ。2台は無理でも1台はカバーしてやる。なにサイドバイサイドバイサイド。2台同時に来るとか聞いてないんすけど、それでも1台は車体こすりつけて対処。そしてこの距離ならシケインで詰めれるはずだ。前へ出たいですね。出たいですね。これシケイン勝負ですね。頑張れブレーキング。なんとか車を曲げれた。さあ、あとは立ち上がって、フィニッシュラインを駆け抜けるだけ。最後まで油断はできない。バックミラーとのにらめっこだぜ。やっぱり加速で追いついてくる。けど残念、ブロックさせてもらうぜ。1台だけならブロックは余裕だからな。いったいったいった、ゴールです。まあ、1位は取れませんでしたが、なんとか2位はフィニッシュできました。時間をかければ、1位も取れそうな雰囲気はありますが、とりあえず動画にしたかったので、一旦まとめました。それでも、この先はもっと難易度が上がるため、ここでこのギリギリ具合、何か考えないといけませんね。いかが？どうでしたか？いつもより短いですが、今回はここまでにします。正直なところ限界がこの辺のような気もしますが、また何か進展があれば動画にするので、ぜひご期待ください。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。